クリス・クニッツはカナダ連邦、サスカチュワン州レジャイナ出身のアイスホッケー選手。NHL のピッツバーグペンギンズに所属。ポジションは左ウィンガー。ピッツバーグペンギンズ遺跡以前はアトランタスラッシャーズとアナハイムダックスでプレーし、2007年にはアナハイムダックスでスタンレーカップを手にしている。2009年2度目のスタンレーカップをピッツバーグペンギンズで手にする。 国津は、サスカチワンジュニアホッケーリーグのメルビルミリアネアーズで2、シーズン過ごした後、1999年から2000年まで、フェリスステートブルドックスに所属した。2003年4月1日に、ドラフト外でアナハイムダックスと契約。ルーキーシーズンは、アナハイムダックスとそのあるにおける系列チームである、シンシナティ・マイティダックスで送ることとなった。 2004年から2005年の NHL ロックアウトの影響で、クニッツはアトランタスラッシャーズと2005年から2006年シーズンの契約をするが、2週間後、ダックスに戻り67試合で19ゴール、22アシスト、41ポイント獲得と活躍し、ポールカリアが1994年から1995年シーズンに打ち立てた。 ルーキーシーズン39ポイントの記録を更新する。2006年から2007年シーズンには、クニッツは、さらに25ゴール、60ポイントの活躍を見せ、アナハイムダックスの初のスタンレーカップを獲得に貢献した。2007年から2008年シーズン、クニッツは、副キャプテンに指名される。しかしながら、このシーズンの獲得ポイントは50ポイント、 翌2008年から2009年シーズンでは35ポイントと成績が下降戦をたどり始めエリック・タングラディと共にピッツバーグ・ペンギンズに交換トレードに出される移籍先のピッツバーグ・ペンギンズでは2009年のデトロイト・レッド・ウィングスとのスタンレー・カッププレーオフで1ゴール13アシストを見せるなどシドニー・クロスビー、エフゲニー・マルキンといったスター選手の中で まずまずの活躍を見せている。ありがとうございます。